マルティン・ルター・マルティン・フランツ・ユリュース・ルターは、ドイツの外交官、家具商人から国家社会主義労働者等の初期からのメンバーであると、共に、ヨアヒム・フォン・ディッペントロップの個人的なアドバイザーとして、務め、ユダヤ人問題の最終的解決を決定した万税会議に外務省を代表して参加した。ルターは、家具の撤去と室内装飾の会社を経営していた。 リッペントロップが1936年にロンドンへ派遣された際にベルリンから家具長度の運搬とリッペントロップ事務所の内装を手掛けたことから彼との縁ができる。その後リッペントロップが大使となると大使館の内装を担当する傍らリッペントロップの一連の外交工作にアドバイザーとして関わることになった。やがて1938年に リッペントロップがコンスタンティン・ホン・ノイラーとの公認として外務大臣となるとルターも外務省入りし外交政策の立案に公式的に関与する。1940年5月、彼は SS と外務省の連絡役の地位に任命された。そして外務省から万税会議の代表に選ばれた。この万税会議は新英隊上級大将ラインハルト・ハイドリヒにより招集されたもので。 ユダヤ人問題の最終的解決の詳細を決定するために開かれた。この会議デルターは占領したヨーロッパ中から大規模な移住が必要であることに関して懸念を表明した。この発言は彼自身何が計画されているか完全に理解していないことを示しているようでもあった。1942年1月以降はユダヤ人住民を絶滅収容所へ送り込むために ドイツの衛星国や同盟国に外交工作を行うことがルターにとって主たる任務となった。その一方でリッペントロップ夫人のために室内装飾さらには夫人の服のデザインまで行っていたが夫人がルターを使用人として扱ったことに不満を爆発させたことからリッペントロップとの関係が冷却化することになる。戦争後期にはフランツラーデマッハーの支援により リッペントロップにとって変わろうとするものの、逆に自らが失脚し、作戦ハウゼン、強制収容所に送られることになった。彼は1945年5月にソ連軍によって解放されたが、すぐに心臓発作のため死亡した。彼の死の1年後に、万全会議のルターのコッピーは、アメリカの調査により、ドイツ外務省の書庫で発見された。映画、防御の通り、これは、戦争を乗り切った。 会議の唯一の記録である。ありがとうございます。